はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやっていきましょう。前回がね、波乱に波乱に波乱の波乱で波乱の波乱による波乱のためのパートでしたから、すごいね、今ね。おぉ、カール、あ、そっか、カールが死んだあれだからね、ちょっと打ち明けようか。ロスト、カール、わからないんですか。ロスト、I just wanted to come back to this guy. Everything I touch, 何もかも俺の前で崩れ去っていく。悲しいよね。You taught me everything. あなたはいろいろ教えてくれましたが、for this, Carl. 僕はまだ未熟だった。I believe we would win because the cause was just, and I can see now that. でもそれは、I was wrong. 間違いでした。助言が欲しいよね。What should I do, Carl? They're killing us. みんな殺されている。I don't want to answer violence with them. What choice do I have? 他にどうしろと。I miss you, Carl. あなたに会いたい。I miss you so much. ここにいれば。カールが死ぬパートとね、そうじゃない。あ、クソ息子じゃねえか。何しに来たん今さら。マジで。お前の墓だぜ本来あそこは。一周目でそうしてやってっかんな。本当に、あ、そうね。本当に。さて、あれだけの波乱をやって。5体目のコナーが現れました。前任者は任務に失敗しました。あなたが引き継ぎなさい。You know what you 何をすべきか分かっていますね。 Destroy the leader of the 変異体の指導者を破壊します。 Go, Connor. 行きなさい。 Don't disappoint me. 期待していますよ。結局これは何なんだろうな、このアマンダっちゅう存在は。うん。またシーンが変わってカーラはどうなったんだろうな。ここれが逃げてきた新しいアジトっていうところですかね。に、そこにマーカスが登場する。あ、でも結局こんだけ逃げ切れたんだね。結構な数やられてたと思ったけど、結構な数逃げ通せてきたって感じですね。さて、我々、私の声を聞け。我らは、うんじゃなかんやら、シャロンストーン。勝ったら負けよ。じゃん、けん、ポン。仲間に語りかける。うわー、やっぱやられてる連中も相当な数いるな。ジョシュ。俺は、カールに会いたい。じゃなくて、あれ？If it weren't for you, I'd be dead. お前は俺を救った。Thanks to you, I might see people free one day. お前のおかげで生きられるかもしれない。意見が合わないときもあったけれど、目標はきっと同じだろう。Whatever you decide, 俺はお前に、I'm with you, Marcus. ついていくつもりだ。おお、何も喋ってないけどね、話すってしたのに、マーカスから何の一言もなかったけどな。じゃあ次行きましょうか。何か言ってあげて。センキューくらい言おうぜ。続いて、パフパフちゃん。パフパフちゃん。パフパフ。あ、どこ行ったんやろ。他に話しかけられそうな。あー、ちょっと、ここはまだやな。あ、いた。ノース恋人だからチューしようぜ。ついにパフパフも来てくれないか。How many of us survived the attack? 何人生き残ったんだ。 A few hundred? 数百人。 Maybe more if you count those. あとはみんな街中に隠れている。 If you hadn't triggered the bomb, we'd be dead. 爆破してなかったらみんな死んでいたわ。傷は大丈夫か。システムの状態は I'm okay. 平気。いいよね、あの、ボインの人のそのショルダーパックをこう、かけた時のその、ね、凹凸のその感じがたまらない。
あ、全然話聞いてなかったや。状況は？奴らは可能な限りリスクを避けるためにアンドロイドは収容所に連れて行っていた。駆除すると言って。駆除ってな、数時間もすれば俺たちだけになる。In a few hours, it'll all be over. We'll have changed the world, and the world will have destroyed us. You have to make a choice, Marcus. But whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. 返してやるよ、俺もだって。ああ、愛情表現は皮膚を白くすること。白くすることっていうか、皮膚を解除することなんだろうな。さあ、マーカスが決断をしていくときってことですね。さて、続きまして、アリスに謝って、アリスと愛を誓い合いましょう。アリスじゃねえや。アリスに誓い合ったら、もう、ロリじゃん。恋人以上、恋人未満。意味不明だね。じゃあ、俺たちといれば安全だと思ってた。I was wrong. 間違ってたよ。You need to leave the city while you still can. まだ間に合う。Getting Alice away from here is what matters now. アリスをここから連れ出せればそれでいい。We have to catch the last bus. 最終バスに乗らないと。We might still have a chance to cross the border. 今ならまだ国境を越えられるか。そうだな。Marcus. Marcus. Save our people. みんなを救っていい。わかった。世界を救うとしよう。ドゥーン。あ、違うな。セリフ間違えたな。仕方ない。世界は救うとしよう。それはどっかのヴィンセントが言ったセリフや。じゃあ話しましょう。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今の仲間は収容所に入れられ、破壊されている。Time has come to make a choice. 決断の時が来た。One that very well may determine the future of our people. 決断。平和的に行こう。分かってる。I know you're みんな怒っているだろう。And I know you want to fight back. 反撃したいだろう。But I assure you, violence is not the answer here. We are going to tell them 平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。If there's any humanity in them, they will listen. And if not, others will take our place and continue this fight. Are you ready to follow them? みんな覚悟はいいか? マーカス、いいぞいいぞ、そうだ、やるぞ! マーカス! マーカス! いいぞ、そうだ、やるぞ! ふざけない。そういうシーンじゃない気がする。マーカス、誰もマーカスって言ってないのにマーカスってテロップを置かれるのはおかしいと思いますけどね。おお、以上か、終わりか。早っ。だいぶ飛ばしたね。氷の上で、はいはいはい、あ、コナーアパートね。コナーが、あ、アマンダとの仲があるとか、あの、まだその死んでないマーコナーとかだったらもっと違うあれがあったっていうことですね。で、続きましてカーラが、じゃあカールが失意で死亡しているから墓地に行ったということですね。だから死んでない場合はカールに会いに行くっていうパターンもあるということですね。うわ、完全にこれあれじゃん。ジェリコが交わる運命で襲撃を受けた。襲撃を受けないパターンもあるということですね。で、変異体が集結する。で、マーカスが仲間のためにデモを行うことを選んだということですね。24%、魂の夜。うん。まあ、ちょっと短いパートではあったんですけれども、まあ次につながるということでね、まあちょっと皆さんでデモを行いたいと思いますんで、次回パートもお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。